かんだね。初日から宿で寝たっけ。あれは、知らないわりと姫さゆり、女を落とすには、その武器に2つみたいな。ダメだと思います。それを落とすって言っちゃったら。言いましたね。関節とか肩とかね。
構中火だりな、うん、それもうじき取れちゃうでしょ、取れちゃうこれ、来年はこっち側じゃなくて今度向こう行こうかなと思って。ボルタンだってあの何だっけ、アスピテラスだったかなんだか、あそこまで行っちゃうともうほぼ頂上。なかなかどういうこと。こっちが勝つな。なかなか大感動。どうかな。いやバナリっていうか天然ですから濃いですよ、色が匂いが全然きついですそうですか。やっぱ山のはうまい、うまい、こっちの方が全然うまいです、自分のところの栽培したやつより全然太いし、こっちの方が。それを俺毎日飲んでました毎日毎日あのちょっとだけなのって、あの加藤ちゃん、あ、しょうがない、一発のこの 前足の一かきで首が、あの2番目の人の首が飛んだっていう具体的な生々しい、うん、あの話を聞いたんですよ。だってここら辺で着物だってさ、鍋やるじゃん、ね、うん、ポッタンポッタンポタと終了でも、決まれるのが現地調査ってできるから、まあ、できるかね、あの、ちょっと難しいんですよ、ね、それだけ、うん、来年は、あの、初日からそこにピンポン、時速一生は早いってことで、うん、目立ちませんね、あんまり。